異界送りって何？何が始まるのさ？あんた忘れたんじゃなくて本当に知らないって感じね。死者は迷うのよ。死んでしまったのが悲しすぎて自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながらまだ生きている人間を羨む。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。そういう死者の心がスピラにとどまると命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚士の仕事なのか。召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも覚悟の上のこと。私たちにできるのはユーナを見守ることだけよ。最後の時までね。最後の時？最後って何？神を倒す時まで。ああ私うまくできたかな。初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんてなければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、
もう見たくないって思った。やっと起きたんすか。ワッカさんが待ってるっすよ。お、来たか。ミサイドオーラが集合。これから寺院へ行く。ミサイドオーラが必勝祈願だ。おう。キーリカの寺院は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ワッカ、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。ブリッツで浮かれたらまずいってか。こんな時だしさ。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。俺はそう思うな。そっかな。いい試合してかっ飛ばそうぜな。おう、ジンは森を越えたところだ。では行くぞ。どうした？ユーナがね、あんたも一緒に行ってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ。冗談よせよユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。え？何それ、どういうこと？それは、どうせみんな寺院に行くんだから、話は後でいいでしょ？ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。全体止まれ！あの魔物はこの森の主オチュ。討伐隊の手にも負えん凶暴な奴だ。ここは無駄な戦いを避けろ。
やるなあんたら。さすが召喚士とガードだ。先輩、負けちゃいられませんね。もちろん負けないさ。来たれ、ワコード討伐隊。神を倒せ。可愛いあの子も振り向くぞ。踊りなさい。この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。勝負っすね。うん、俺に勝てると思ってんの？ユナ、頼む。よーい。なずこい。え？いつまでも子供ね。Yeah!
はって、悪かった、ついお前を呼んじまった。ガードは大変っすね。お前バトルの方も才能あるみたいだよな。やめてよ。あのさ、真のこけらって何？真の体から剥がれて置き去りにされた魔物のこと。放っておくと真が戻ってくる。さっさと退治しちまわないとな。バトルの才能があるかもってワッカに言われて、この時ユーナのガードになることを頭の隅で考え始めたような気がする。そういやあれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか？あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方悲しくなるだけよ。
俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあいろいろあってな、気にすんな。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。お前たちもオハランド様に必勝祈願か。祈願だ。我らルカゴアーズは上昇だ。祈願など必要ない。じゃあなんでここにいる。もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつか。そんなチンケな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。今回は優勝狙いだ。うん、おー、狙え狙え。狙うだけなら誰でもできる。決勝で会おうぜ。あいつらにだけは勝つぞ。知ってるチームなの？人を見下してバカにして、あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年、それなのに親父のことを考えると俺の気持ちはざわざわした。オハランド様、何卒お力を。あなたも召喚師？リサイド島より参りました、ユナと申します。ドナよ、あなたが大召喚師ブラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚師様でしょう。あら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 、この人たち全員あなたのガード？ゾロゾロとみっともないわね。ブラスカ様のガードは二人きりだったはずよ。ガードは量より質、数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは一人だけね、バルテロ。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。え、
父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。ガードとは、召喚士が命を預けても安心だと思える人。俺、そういう人になれたのかな。何笑ってんだよ。祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ行こうぜ。祈り子、その前に試練の舞を。準備はいいわね、決まり。わっか、よろしくお願いします。お、あ、どうして。ガードじゃないから。なるべく早く戻るから待っててね。また一日かかったりするんじゃないの。ユーナは？あなたは何をしているわけ？ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ？ガードじゃないんだ。なんだよ！あ、話せっつーの！うい、いた！って、何すんだよ！仕返し。は？これきっとまずいっす。ガード以外は立ち入り禁止なんだよな。ここまで来ちゃったら同じか。
ドナド筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ、罰を受けるのは言うなよ。罰ってどんな？寺院立ち入り禁止はあり得る。お、静かにしていろ。この中何があるんだ？祈り子様がいらっしゃる。ああ、それそれ、さっきも言ってたよな。神を倒すために進んで命を捧げた人たちをエボンの技で生きながらにして、魂を肉体から取り出されて、あ、祈り子像に封じられて永遠の時を生きる。祈り子様の魂は召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣。この部屋の中に？ユナは中で何をしてるんだ？必死に祈ってるんだ。シンを倒す力を貸してくれってな。ここから先は召喚師だけの聖なる場所よ。ガードも入っちゃダメなのか？起きてだ。ああ。静かにしている。お。あの時。みんなには黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は、子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラが、どこかで繋がっている証拠。そう思った。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいで、何にも言えなくなった。抑えていたはずのザナルカンドへの気持ち。膨らんで、弾けた。顔が、カーッと熱くなってさ。大丈夫？大丈夫じゃないかも。どうしたい？叫びたいかも。ザクはガードに任せて。
やめておきなさい。まあ見てろって。いよいよルカだぜ。着いたらすぐに試合が始まる。船の中でゆっくり休んでおけよ。珍しい服だな。なんだ、随分汚れてやがる。こりゃ売り物にはならねえか。金持ってるようにも見えねえし。もういいぞ、あっち行け。なんだよあんた。俺は23代目大赤屋。大赤屋？チッ、知らねえか。まあ誰も知らないんだけどよ。
なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって。ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら、その時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと。どうすれってんだよ。言うならガードに従ってる。ああ、それそれ、面倒なことになったよな。原因作ったのは誰。俺だってのかよ。俺だよね。なあ、どうしてユーナはあいつをガードに従るんだ。ジェクト様の息子だからよ。あ、なるほどね。でもそれ本当なのか。本当にジェクト様の息子なのか。真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。なるほどなるほどって、あんたちゃんと考えてるの。考えてっけど、結局はあいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ。まともなこと言うじゃない。どうなるのが一番いいのかしら。あんたから進めてみたら。何を。ユーナのガードになること。なんで俺が。ユーナからは言えないでしょ。なんで。父親が嫌いで、父親の影を重ねられるのも嫌。そんなこと言ってる人に言えると思う。君はジェクト様の息子だから、私のガードになってほしいって。気にしすぎじゃないか。分かったよ。大会終わって落ち着いたら俺から話してみる。無理強いしちゃダメよ。分かってるって。決めるのはあいつだ。あいつ父親が嫌いなのか。そうみたい。ユーナから聞いたわ。親父が嫌いか。そりゃ贅沢もんだよな。俺両親のことなんて覚えちゃいないもんな。好きも嫌いもないもんな。私は5歳だったから少しは覚えてる。くそ。シンが何でもかんでも取っていきやがる。そろそろ寝とけ。ルカに着いたらすぐ試合だ。知り合い見つかるといいな。試合の時は思いっきり目立てよ。ちょっと考え事してるから悪いよね。これはこれは、ジェクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。
ほーら、できやしねえ。ジェクトシュートやろうとしたでしょう。あ、なんで知ってるっすか。子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか。わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人。うん、だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。ふん。ねえ、会えたらどうする。10年前に死んだと思ってたやつだぞ。今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも。ユーナならわかるだろ。ん？ユーナの親父さんも有名なんだろ。この世界の人はみんな知ってるよな。うん、嫌じゃないか。時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ。それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。お、俺は？もっとかわいそうだね。で、二人で何やってるんだ。そろそろ寝れ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわす空元気ってやつでさ。チームを乗せた船が続々と入港しております。こちらは2番ポートですね。キーリカ島からの出場チームはキーリカビースト。大召喚士オハランド様の流れを組む伝統あるチームです。彼らの故郷キーリカ島は真に襲われたばかりですが。そう、故郷のファンを励ますためにも彼ら優勝を狙ってきますよ。それは期待できそうです。さあ
続いて出てきたのは、おーっと、あれは伝説のチーム、ビサイドオーラカだ。まさに最弱伝説、あまりにも勝てない奇跡のチーム。23年連続初戦敗退は真似のできないぶっちぎりの記録だ。毎度毎度の見事な負けっぷりに妙なファンがついてるらしいぞ。怪我をしないように注意して無事に島に帰ってほしいですね。そうですね。さて次行きましょう。次、続いての登場は、来た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 、我らの英雄ルカゴアーズ。パワー、スピード、テクニック、チームワークとファインプレー、全てを兼ね備えた最強チームがルカの街に帰ってきました。文句なしに最も優勝に近い最高のチームですね。去年に引き続き今大会も制覇して伝説に彩りを加えることでしょう。そうです、その通りです。ご覧ください、この盛り上がり、まるでルカの街全体がゴアーズの栄光を祝福しているようではありませんか。街は知っているのです、勝利をつかむ英雄の名を。そう、その名はルカゴアーズ。まあ毎年こんなもんよ、いちいち気にすんなって。調子乗んなよゴアーズ。お前らがでかい面してられんのも今のうちだからな。今年の優勝は俺たちビサイドオーラカがいただく。このすっとこが恥かいたぜ。でも目立ったぞ、スフィアに映ったぞ。映ったって？うん、映ったか。マイカ曹郎氏ご到着だぞ。そんな時間？3番ボートへ急げ。何が始まるっすか。マイカ曹郎氏がご到着なさるの。マイカ曹郎氏？マイカ曹郎氏はエボンの民の頂点に立つお方、聖ベベル宮から互換戦にいらしたの。曹郎氏の在位50周年記念大会だからね。50年、いい加減引退した方がいいんじゃないの。おい、言葉を慎めよ。私たちもお迎えに行こうよ。